この服を着てカルデアの賑やかさに包まれているとは、ここがまるで学校のような気がしてきますね。私は学校に行ったことはありませんので、これは彼女の感覚に基づいた話なんですけど。あ、お誕生日おめでとうございます。誕生ですね、旦那様。そのこういう時はやはり贈り物は私がいいのでしょうか。はいはい、マスター君のことは知識としては持っているけど、実際に話すようになってまだ間もない。だからもっといろんなことを教えてほしいな。小さくなって不便はないのか、だって。まあオリジナルの私に比べると万能さは少しは減っているけど。いつも忙しそう。マスター君と一緒に過ごす時間はとても有意義だ。私はね、オリジナルの私の経験は記憶として。お、何やら面白そうなイベント。かつての私はマシュを教え子のように思っていたかもだけど。聖杯に願うこと。お、何やら面白。おお、なんという奇跡。あれこそ完成された美だ。ってなんだ、私の元ネタじゃないか。マスターとサーヴァントの関係、かつての私はマシ主従関係とは違うかもだけど、私はいろいろと学ばせてもらっている立場だと思ってる。ゴルドルフ君も少しずつリラックスしてきたようだね。彼が善人であることは初めから分かっていたことだけど、どうか最後まで。誕生日なんだろ。おめでとうマスター君。お祝いに好きなものを作ってあげよう。バースデーケーキは当然として、ボーダーのミニチュアとかどう。電脳世界どんなも。グレイがいてくれるのは嬉しい。もちろんマス、なんとまあ、リンのやつ。おいおい、のんびりしていていいのかな。聖杯ね。好きなもの。穏やかな人生。へえ、誕生日か。うん、私みたいな魔術師に祝われても嬉しくないかもしれないが、今は言っておこう。おめでとう、我が弟子。今日はちょこ。
マサ、どうした？俺。ったく、人懐っこいな、お前さんは。ま、お前さんの指示はスカッとしててやりがいがある。よし、マスターが。ま、なんつうのか、あれだな。もっと、我がマスター。まあ、ベンテシレイヤーもいるのか。うん。詫びのためなら殺されてもいい。とは思っていたが、マスターが守れなくなるからダメだな。今の俺はサーヴァント。悪いが、敵対するならまた殺すし、味方に、先生いるのか。あ、いや、その、味方ならいいんだ。お。いや、一度戦ったんだよ。あの人ガンガン殴ってくるわ、関節バキバキ決めるわ。思い出すだけで悪夢だ。ま、お前さんが俺をどう使う？おい、マスター。引き、聖杯ね。おいおい、今日はお前さんの誕生日じゃねえか。そら、祭りだ祭り。貴様の生まれた日付など知ったことか。ファラオは衆生のありように深く関わるものではない。等しく支配するものだ。ところで貴様、何か世に対して欲するものはあるか？ふん、世の王。ないか。こりゃ一日敵なしだね。それじゃあカルディアの外に。ヒュッ。乙女の柔肌にガツガツ触れんな。あれ、なんか変なこと言った？もう召喚した時からペチ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 と。こうなったら実力行使だからね。理性がないのは大変かって。よしマスター、僕は君の剣、君の刃、君の矢だ。弱い僕にここまで芯を置いてくれたのだから、僕は全力で応じよう。マスター、ねえマス、ねえねえマスター、マスターな、そうそう、だからマスターもか、嫌いなもの、ないな。まあ僕は君の聖杯。好きなもの？全部。この世界にあるものなら。お誕生日おめでとう。君の今日一日が素晴らしいものでありますように。
れな娘よ。大神の呪いは今もあれを苛んでいるのだから。炎はあまり好かん。人には必要なものだとオーディンは語っていたが、おいマスター。いや違う、私に仕えるのがお前なのだからマスターと呼ぶのは何か違う気がする。うっかりしていた。うん、今の一言くん、あ、眠っていたわけではない。違うぞ。まったく、なんだというのだ人間め。イベント？嘘、向こうの私凛々しすぎ。長子の辿った道をあれらも辿る。女王としてのあり方は様々だ。忘れるなよ。冬は良い。アイスクリームを所望する。聖杯なぞ不要。私は神。お前に一つの秘密。ああ、言わずとも暦の概念はわかる。そうか、お前が生まれた日か。命の芽吹きは私の好むところだぞ。好きだ。うむ、では願いを一つ口にせよ。特別にかつて神の女王であった私が叶えてみせよう。誕生日？ただの目安だろ。特別騒ぐような日じゃないさ。好きなもの？いや、笑ってもらって結構なんだが、昔彼女の持つ聖剣に真正面から切り込まれたことがあってね。彼女が悪いわけではないが、今でもほんの少しだけ思い出して冷や汗をかいてしまう。できたらあまり笑わないでほしい。英雄を、こんな人類の果てで会えるとは。ああ、まさかあの頃の私より幼いあいつと会おうとは。というか、30センチほど聖杯に背を伸ばしてもらえとは、自分がそれより伸びたから言ってたのか。まったく、どんな姿でも勝手な奴だ。聖杯ね。どうやらトラブルがあったら、私はあの制服馬鹿以外に使える気。はあ、何？天秤の女神に憑依されてさえ。見ての通りゲーム中だ。話しかけるのは構わんが、なんだ。君が生まれた日か。祝い事なら祝っておけ。な、マスター、あれほど時計塔には連絡するなと。はっきり言っておくが、こいつは悪魔だぞ。一体どれだけ私の意が破壊されてきたか。好きなの？聖杯。なんだ、君が生まれた日か。祝い事なら祝っておけ。めでたい日にはもちろん一婚で、ご法少女やさかい、ひとひねりせなあかんね。ほな、ヒーローショーの一つも催すんもよろしょ。この姿？これが何かはし、人の世は人が守るもんやろ？今の世はどないなんやろね。うちも勉強したんやけどな、旦那は。こんなヒロインは、式神みたいなんを刺激しはるんやろ？
使い魔の類はそこにいるって？いけず、この箔は抜け殻。うちの魔力やらで編んだ人形みたいなもんやさかい、使い魔とちゃうわ。というわけで旦那はん、ちょっとの間うちの使い魔になるんはどないやろ。いつまでここにいてはるん？うち、うちや、うち、そうそう、ご法少女の。で、茨城、せや、うちも勉強したい。なんや、イベントゆう、めでたい日には。さーて、ご法少女参上や。鬼らしゅうせんと、人もどきになりはった鬼は、どこやろね。たく、なんや珍しい。鬼には鬼なりの道理が。このベベ好きやわ。聞いてえな。この白。偽物のくせにうち。小僧小僧。どうやろか、この前かけ。何目そらしてはるん？ん？また薄着のサーヴァントが来たもんだなって。うちやうち、忘れてしもたん？は？ナイス・トゥ・ミーチュー？はぁ、もうそのグラさん、いっそ取りはったらよろしおす。ええー、から、はよ取り。はぁ、せやね、奇遇なこともあるもんやね。あの牛女、風紀がどうの院長がどうの言うてはったけど、ご法少女ゆんは、どっちか言うと風紀を守る方やな。鬼の風紀やけど。さーて、どう出るか。残念。ご法の少女、うちも勉強したんやけど。めでたい日にはもちろん一献って、ごほ。マスターか、どうした？何かあったのか？なあマスター、もし悩みがあるなら、マスター、その、いや、な、マスター、その、ケイローンか。嫌いなものはない。マスター、その、かつては倒さなければならない存在だった。しかし、味方陣営になったのならば、遺恨を抱くことはない。とはいえ、複雑な心境だ。天草四郎もそう思っているだろうな。あなたとは会話を交わす余裕すらなかった。しかし、今こうして己の意志があるのは、間違いなくあなたのおかげだ。ありがとう、ジークフリート。そろそろクエストに向かった方がいい。何かするべきか。アビケブロンか。あなたがかつて選択したことは、きっと許されるべきではないのだろう。俺が従者なのは確かだ。お、ああ、オルレアンの聖女もいるのか。当然か。神器の危機に彼女が動かないはずがない。ただ彼女は俺のことを知らないだろうから、そ
としておいてほしい。今の俺も彼女に関してはおぼろげにしか記憶にない。誕生日は祝わなければならない。おめでとう。南国でジャケット姿はどうか。だと？今さら俺の水着姿など珍しくもあるまい。それより今はベンチャービジネスが熱い。なんとしてもここに一大レジャー施設を作りたくなってきたぞ。生前のギルガメッシュ王は魔術師であったのかだと？バカめ、俺が魔術師ごときであるものか。召喚された折に語っただろうが、雑種、俺は自ら限界したのだ。この姿、このキャスターのクラスでな。こたびの俺が操る魔術のすべて、我が宝物庫にある無数の魔杖によるものだ。我が財をもってすれば、神代の魔術でさえも思うがままに操れる。無論さほど慣れてはおる。戦いづらそうだと言うではないか、雑種。だが許す。そうさな。俺はあえてこうしているのだ。理由はわかるか。俺がなぜ魔術師のふりなどをしているのか、貴様にだけは教えてやろう。これはね、当てつけだ。あざ笑っていると言い換えても構わんぞ。無論グランドキャスターなどとのたまう雑種へ向けてだ。俺の相棒は奴の真実など全て見通している。気に食わぬものか。そうさな。例えば聖杯もせいぜい励め、雑種。こたびの限界での俺はあれこれと特別だが、貴様次第ではある。ほう、こたびのイシュタルは少しばかり頭が良くなっていると見える。父親への依存が消え、一人の神として自立しだしたか。幼くして父を失った娘の気質がよ、休息なぞ100年早い。俺を体育雑種、さっさと祭りへ赴け。それとも俺の貴様の誕生日だと？知らんな。いや待て、確かふさわしい呪詛の宝具があったはずだ。特別すぎ。そらめでたいわ。どれ、うちが一個ついだろっか。なに、今は自重する。書店さん怖い？もう、うちの旦那はんいけずやな。マスター、主様、お前様、旦那はん。呼び方はいろいろやけど、うちは旦那はんがしっくりくるわ。うちみたいなのを呼んでくれて、おおきにな。ういういしい、新しい旦那はん。もう、備えに怖がらんでも骨抜かへんで。こう見えてうち尽くす鬼やさかいね。
まだ酒は早いようやな。昨日も今日も骨がちょっとやわいのがたまに傷やけど、あんた歯も悪ないな。魂の話やのうて飯からの話や。そら、もっと顔見せてよ。はあ、そないに見つめるのか、によわ。骨抜いて酒に溶かして飲み干したくなるわ。うちが好きなんは、そらイケメンやわ。大江の大山で見た金髪碧眼の小僧とか、落とし貝の塊やね。あんた歯も磨けばうまそうやけど、主従関係なあなあ、金髪の小僧、今日はあの鉄の馬には乗らへんの？ってああもう、いけず。祭りは好きやわ。人も鬼も賑やかなのがいい。杯？そら赤漆に限るわ。いい器は酒を。鬼がおるんやね。うち以外の鬼は。ほうかほうか。旦那は？それほど鬼が好きなんなら、うちも今夜は鬼になろか。ああ、甲賀望月の。そないにびくつかんでも、取ってくろたりせえへんよ。今宵は同族食らう気分じゃあらへんし。ああ、うちのこと気になるなら。そらめでた。嫌いなもんをわざわざ。ああ、いや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 。牛と乳臭くてたまらんわ。ガタイばかりでかくて何様のつもりなんやろ。豊島はさっさと隠居してほしいわ。何でも言ってみるがいい。ある程度までなら叶えてやろう。祝い事もたまには。私はお前心なしか。そろそろ遠泳と行く。体力は備わってきた。すまぬ。しかしあれだな、ソラ、何でも言ってみるがいい。ある程度までなら叶えてやろう。祝い事もたまには良いものだ。何をほうけた顔をしている。今日はお主の誕生を祝う日であろうが。出産においても衛生の保持は最優先されるべき事項の一つです。であればこそ、あなたは自らの誕生と生育について衛生の概念に感謝を捧げるべきでしょう。それと、誕生日おめでとうございます。時間よ、マスター。暑いわね、まったく。プールに泳ぎに行くからついてきなさい。なんかもうとことんまでだるいから。砂浜で優雅に読書、これこそ。膝を貸しなさい、少し眠りたいの。
わかってるわよ。あんたはいつか私のそばを離れるのでしょ。でもそれまではここにいなさい。いつものようにヘラヘラ笑ってくれないと殺すわよ。ちっ、あんたも水着で来たか。まあいいわ、お互いに不干渉で。ってちょっと何勝手に椅子に座ってるのよ。飲み物注文してるのよ。ここは私の部屋。ほらシャンとする。クエストに行くわよ。生まれた日かなら、私もあんたと同じ日に生まれたことにするわ。それならプレゼントは不要でしょ。私と同じ日に生まれたんだから光栄に思いなさい。さて、嫌いなも、マスター、お誕生日だそうですね。どうぞ、花束です。いつもお疲れ様です。で、あのクリスマス仕様サンドバッグのオーナメントが壊れちゃったんですけど、たまに不自然に目をそらすのはどうしてかしら。え、私の格好が恥ずかしい？ノン、恥ずかしいと思うから恥ずかしいのです。これも素敵な文化の一つ、何も恥じるところはありません。おや、なんだか元気がないように見えますね。そんな時こそサンバです。体を動かすことは心の栄養にもつながります。特にサンバ最高です。こう情熱的なステップは求愛行動にも似て、胸の奥から熱くなっちゃうですよ。ふっ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 ふ。あ、見てましたかマスター、今のサンタ感とサンバ感の融合を。これをごく自然にリングでも出せるようになれば、ルチャドーラとしてのサンタクロースもさらに完成に近づきます。女神の私が何のしがらみも気兼ねもなく誰かに何かを与えられるというのは貴重なことなの。必ず代償を求めてしまうから。でもその点サンタは素敵よね。おお、我が相棒ブラダマン、実はあなたに似合いそうなマスクがここにあるんですけど、試着してみませんか？趣向を凝らしたマスクはどれもいいものだけど、雲型マスクだけは趣味が悪すぎよね。そんなの見かけたらすぐにマスカラコントラマスカラ、覆面ハギデスマッチを始めるわ。私、どれだけ優れたルチャドーラもマネージャーやセコンドの確かに最初は勘違いから始まりましたが、クリスマス聖杯はセニョリータまた張り、前からチームに入って欲しかったのです。一緒にサンバを踊りませんか？マスターの誕生日は第二のクリスマスのようなものね。だからもちろんプレゼントだってあげちゃいます。お尻とか窮屈で大変です。近いですか？狭いですか？でもこれ以上は小さくなれないので我慢してください。
もっと狭いところに閉じ込められていたから、これくらいなら私はへっちゃらだし、マスターの命令はお母様の命令とは違います。乱暴じゃなくて弱々しくて、とてもちっちゃくて、でも温かで優しいです。はじめは私を怖がっているからだと思っていたけど、違うんですね。あなたは、マスター、マスター、私だけの、マスター。不思議です。今日はまだリソースを食べていないのに、あなたの名前を口にするだけで、お腹の音が止まりました。胸の奥が近いですか、熱いですか、邪魔ではありませんか。ごめんなさい、私もっと小さくなれればよかった。そうすれば本当に可愛いあなたのお嫁さんになれたのに。でも、悲しいけど辛くはありません。だって、マスターのハートは、パールパティさんといると落ち着きます。メルトリリスより私の方が強いです。私は泳ぎが得意なので、メルトリリスが津波になっても、へっちゃらだから。ピーピー。パールパティさんといる、マスターは、そば、好きなもの。夢は、かわ、どんな命令もき、ファッションリップは、ちょっと危ないかもです。近いですか？熱いですか？私は何も用意できなくて、他のエゴたちのようにお料理もできなくて、おめでとうございます。特別な日なので、今日ぐらいは本気の後輩力
見せちゃいます。おかえりなさい先輩。お風呂にしますか、ご飯にしますか、それともか